ありがとうございます。こんばんは。夢見る頃を過ぎた親父たちバンドチェノバでございます。先ほどご紹介いただきましたように、僕たち30年前ぐらいに作ったオリジナルを、去年一昨年ぐらいから、ポチポチとセルフカバーみたいな感じでやっております。で、結構もう親父なんで一人一人頑固親父になってきてるもんですから、なかなか練習とかも、ライブとかも、できそうでできなかったり、しておりますが、今回、パトスさんに応募させていただきまして、初めてことにで、今日お世話になります。そのわけで、短い時間ですがどうぞよろしくお願いします。いやで次の曲、聴いてください。忘れられない夢の森。
気持ちいいです。いや、あのしっかりねモニターとかも書いてるからね、あのそちら側で聞こえてるのとね、こっちで聞こえてるのって違うんですけど、やってて気持ちいいです。そうだ、最初にお断りするのを忘れておきました。あの僕たち今日自分たちが楽しめればそれでいいかなと思ってて、とにかく自分たち目いっぱい楽しませていただきますので、どうぞよろしくお願いします。付き合ってください。やあ、あれよろしくお願いします。それでですね、当時ですね、今はなきポッポンってヤマハの、ポピュラーなんだっけ、ソングコンテストです、はいはい、19歳の時かな、19歳の時だよね、に、あのヤマハのスタジオよく使ってたもんですから、あのコンテスト出させていただいて、なんだっけ、30年前の話ね、19歳の時ね、その時に、応募した曲です。オリジナルほとんどは、こっちのギターの彼とあっちのキーボードの彼が、名曲いっぱい作ってくれてるんで、それをね一生懸命練習するのが実は大変だよね。違う、赤い人大変だね、練習するのね。そんなわけで、とにかく聴いてください。
ありがとうございました。
ございました。ありがとうございました。